はいどうも、オクサートです。今日はですね、僕が動画撮影で使っているおすすめの ND フィルターとソフトフィルターのね、紹介をしていきたいなというふうに思います。まずね、なんでこれらのまあフィルターを使ってるかっていうと、まあ単純にこう僕のね、ワークフローの中でシネマティックなこうルックを得るのにまあ欠かせないからなんですけど、特にね、まあ ND フィルターはまあ日中のね、こう屋外で背景をぼかしたりとか、あとはこう適切なモーションブラーを得るのにはまあもうこれ動画を撮るにはまあ絶対に必要になってきます。で、ソフトフィルターはまあこれ後で解説するんですけど、まあ基本的にはね、絵全体を柔らかくするために使ってます。で、これらのフィルターを、こう、Amazon でね、探したりすると、めちゃめちゃいろんなメーカーから出てるんですよ。で、値段もね、結構そのピンキリで、もう安いものだと本当にもうか1000円とかそんなんで買えますし、高いものだとね、いくらだろうか、4、5万とかするんですよ、平気で。で、基本的にこのレンズ自体の性能が上がるっていうことはまあないので、まずね、間違いなく聞いたことないようなメーカーが販売している、極端に安いフィルターっていうのはもう買わない方が、これ絶対にいいです。で実際に僕最初始めた頃にね、それでもう本当に痛い目を見ているので、絶対におすすめしません。でそしたらちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、まずはね、こっちの ND フィルターから紹介していきたいんですけれども、僕は、ニシっていうメーカーのバリオっていうね、シリーズのこの ND フィルターを使っています。で、これはね、可変 ND フィルターになっているので、こうやってここを、こうやって回してあげることで、濃度っていうのをね、変えることができます。これを気に入ってる点っていうのが、まず2つあって、1つはですね、単純にコストパフォーマンスの良さです。フィルター系が、まあ大体ソニーのレンズでも多い、67ミリのもので、Amazon でね、現在の価格を見ると、大体1万5000円ぐらいで買うことができます。で僕はね、このニシの ND フィルターを使っていて、極端なその画質の低下っていうのはまあ感じませんし、で、ちゃんとね、コーティングとかもされていて、そのいわゆる逆光耐性みたいなものもね、まあ、それは多少フレアとかは出ちゃうんですけれども、まあ、そんな極端にね、変なフレアだったりゴーストが出るっていうのはまあ今のところね、そんなに感じてはいないです。まあ、あとね、レンズに合わせてこういうのって、こうやって何個かやっぱ買わなきゃいけないので、これもサイズが違うんですけど、結構やっぱいい値段がするもんなので、これ本当に数を買っていくとね、普通に、すぐにレンズの値段超えちゃうなんていうことにもなっちゃうので、本当その、要は品質と価格、このね、バランスがしっかり取れてるものっていう意味で、僕はこれ非常に満足してます。で、もう一つね、良い点が、同じような可変フィルターでもね、よくこの ND2 から ND400 みたいな広いレンジをカバーしてる ND フィルターがあるんですけど、ND400 とかっていうこういった最大濃度付近ではね、すごい X 村っていう、まあ、こう、村が出てね、使い物にならなくなっちゃうんですよ。で、これ、その ND フィルターの品質云々じゃなくて、そもそもね、可変 ND フィルターの、まあ、仕組みそのものの問題らしいので、僕も、このニシのやつを使う前はですね、国内メーカーが出している結構、いいものを使っていたんですよ。それこそ、何万円かするやつを。それでもやっぱりね、ND400 付近になると、その画面にすごい、こう、ムラが出始めるんですよ。で、色ムラが出るって、こう、頭の中で分かってても、カメラのモニターを見てて、今 ND 何ですよっていう、こう、表示が出るわけじゃないし、やっぱこう ND フィルターを使ってるような明るさだと、その本当にね、ちゃんとこうムラが出てないのかどうかっていうのをカメラのこの後ろの液晶部分で確認するっていうのが結構難しいんですよ。なんで家に帰ってきて、この、まあ、動画をパソコンとかに取り込んでね、見た時に、うわぁ、ムラ出てるよみたいなね。で、このニシの ND フィルターはそういったことにまずならないので、まあ、そこが本当に気に入ってます。ちょっと待ってよ、さっき可変 ND フィルターだったらその構造的な問題だから全部出るって言ったじゃんみたいな。まあそうなんですけど、このニシの ND フィルターはなんでそれが出ないっていうと、単純に ND2 から32のところまででね、こう回していくと止まるんですよ。わかります？要はムラが出る前に、要はもうこれ以上濃くならなくするって物理的にね、単純に止めてるので、まあそういう単純な方法で解決してます。じゃあ ND32 以上どうすんのって話になるんですけど、まあそこはね、単純にもう一つ、ND32 からこれ500相当までのものがあるので、この2つをね、使い分けて、まあ、撮影するっていう感じになります。ただね、大体のケースだと、こっちのね、ND2 から32相当のまでで、まあ、カバーできるんですけど、これからね、夏になってって、めちゃめちゃ日差しの強い日だったりだとか、あとはね、真冬とかでも、雪とかにね、こう、照り返し、
で、あの反射するようなケースだと、こっちのね、ND32 以上のものがまあ活躍すると思います。で、このね、西の ND フィルター、ちょっとね、微妙な点っていうのもまああって、見えるかな、ここ。ここにね、突起がついてるんですよ。ここを回しやすくするために、まあ、ついてるつまみなんですけど、まあまあ、メリットはありますよ、当然。こう撮影中に、例えば、なんだろう、触っちゃって、あ、すぐこの縁周りがね、指紋でベタベタになっちゃうとか、まあ、そういうことにはならないんで、まあ、メリットといえばメリットなんですけど、単純に、これだけ、なんか1センチぐらい突起してるんで、しまうのにね、邪魔なんですよ。カメラバッグとかにこう突っ込んでやろうとするとね、ここだけこう引っかかったりだとかして、まあね、そういう意味ではちょっとね、まあこれまあ、もうちょっとちっちゃくてもよかったんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと指でこう引っかかるぐらいのね、サイズでも。どうしても邪魔だっていうんだったら、これ一応スクリューになってるので、こうやって回してやれば取れるんですよ、こうやって。なので、まあ取っちゃってもいいんじゃないかなって気はします。はい、じゃあね、次はですね、ソフトフィルターを紹介していきたいんですけれども、僕がね、使っているのは、ティッフェンっていうメーカーの、ブラックプロミストっていうフィルターをね、使ってます。最近のね、カメラは高性能なので、すべてがこう、なんだろう、くっきりはっきりね、映りすぎる気がするんですよ。映画っぽさっていうよりは、なんかね、地上波のテレビみたいなね、デジタルっぽい感じがね、すごいこう、印象として強く受けるんですよ。なんで、あえてそうやって少しこう、なんだろ、柔らかくしてあげることによって、こうアナログなこうフィルムっぽさをね、演出っていうか、まあ、その効果として出すために僕は使ってます。またね、夜のシーンなんかでは、こう光とかにね、すごいグローがかかってね、これもね、すごいいい雰囲気になるんで、結構夜とか、あと特にこう部屋とかでね、照明を落として使ってる、撮影するときなんかはもう雰囲気が出るので、僕もこれにつけてます。ちなみにちょっと前にこう写真をやってる人ならまあご存知かもしれないんですけど、健康さんが出しているブラックミストナンバーワンっていうフィルターがね、SNS かなんかで流行ったんですよ。これ、テレビや映画の世界で使われていたブラックミストフィルターを写真用にも転用ってもう実際に書いてあるんですよ。僕もね、実際にそれ持ってて、写真では使ってたりもしてたんですけど、静止画ならこの一枚絵としてちょっと特殊効果としてね、使うっていうのは、まあ、それなりに効果が強くても、まあ、ありだと思うんですけど、もうちょっとね、効果落とせないかなと思って、手に入れたのがこっちの、ティッフェンのブラックプロミストで、これはね、何種類かあって、その効果のかかり具合っていうのをね、選べるんですよ。で、僕はその中で、このね、4分の1ぐらい、これがね、ちょうどいいかなと思って、使ってます。で、このティッフェンのフィルターなんですけど、一個だけね、難点があって、日本だとすごい手に入りづらい上に値段がね、海外で普通に買うののね、倍ぐらいするんですよ。で、僕がね、よく買い物をしている、アメリカのね、B&H っていう結構有名なそのカメラメーカーの、まあ、サイトがあるんですけど、そこで買うと、大体ね、この67ミリのもので、で、日本までのその送料込みで、1万円ぐらいで買えるんですけど、これをね、Amazon で買うと、まあ、2万円とかするんですよ。2万円ちょっとかな、減らすると。うん。今見たら Amazon で1万4000ぐらいでね、出てました。この動画撮ってた時はね、探したけどなかったんですよね。まあ。まあでも、1万4000ぐらいで Amazon でも売ってます。はい、ちょっとそれだけ言いたかった。ちょっと編集に戻ります。で、しかも在庫がほとんどないっていうことなんで、まあね、僕は直接B&H のサイトからもこれ購入しました。まあただね、ちょっとね、その保証とかそういうことを考えると、まあ若干めんどくさいなって気はまあするんですけど、まあでもまあしょうがないかなという思っているので、まあそれは、うん、まあちょっと、もしね、気になってる方は一応そのメーカーのサイトを見て、保証どうなってるかっていうのを一応確認してください。はい、じゃあね、今回は以上となります。今日ね、紹介させてもらった商品の URL っていうのは、まあ、概要欄の方にも貼っておくので、気になる方はね、ぜひ見てみてください。はい。では、またお会いしましょう。Peace。